バーシアは、イギリスを中心に活動するポーランド出身の歌手、音楽プロデューサーである。ポーランドのシロンスク県ヤボジュの生まれ、実家はアイスクリーム屋を営んでいた。幼少から合唱をやっていた。成長して、プロの歌手として、ポーランド国内で歌う。1979年にアメリカ、後、イギリスに渡り、マーク・ライリー率いるマット・ビアンコへの在籍を経て、そのメンバーであった。 ダニー・ホワイトと彼の兄ピーター・ホワイトのサポートで1986年にソロデビュー。初期の2枚のアルバム作品は1980年代の音楽シーンを席巻していた PWL も制作に協力した作品であった。アメリカやイギリスで活躍したほか来日したことも何度かある。 ソロ時代はボサノバなどのブラジル音楽やジャズをソフィスティケートした上品な楽曲で人気を博した。2003年にはマットビアンコに初期オリジナルメンバーとして復帰し、アルバムマッツムードを発表、ツアーにも参加した。ただしマットビアンコはマークライリー個人のバンドユニット名となっており、パーマネントなバンド編成ではないため、期間限定の復帰に終わった。2009年に、 キッツザットガールはゲインをソロアルバムとして約15年ぶりに発表し世界ツアーを行った。来日も果たしブルーノート東京、名古屋にて公演を行った。2013年の来日公演ではバーシア本人の体調不良により東京公演の一部がバーシア不在による公演となった。予定通りに行われたバーシア本人による公演も声がかすれてしまっていた。 しかし、2015年の来日公演では復活を果たした。2018年5月16日に実に9年ぶりとなるオリジナルアルバムバタフライズをリリースした。ありがとうございます。